冬の足音が近づく今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。寒くなりますと暖かくて栄養たっぷりなものを食べたくなると思うんですが、今回は13個から需要たっぷりのしじみラーメンをご紹介します。13個で採れた大和しじみをさまざまな形で提供しているしじみ亭奈良屋。店内を見てみますと、しじみ関連の商品こんなにあるんだなという印象なんですけども、売れ筋商品というのはどれになりますか。はい、冷凍しじみっていうのが今最近は一番出ますね。はい、手間がもう砂吐きしてるっていうことと、あと使う分だけ出せて使えるっていうこともありますしね。旨味も栄養価も冷凍することによってどんどん増えるんですよ。それで近年冷凍しじみが人気です。店の目の前に広がる13個は、日本海から流れ込む海水に岩木川の栄養豊富な水が交わる汽水湖、しじみにとっては最高の環境です。地元の生産者は貴重な資源を絶やさぬよう決められた期間でしじみ漁をしています。一番身が肥えてるのは夏場ですしね、栄養価ももちろん多いんです。旬といえば夏だと思います。と冬ももう一つの旬でして、寒しじみと呼ばれてて、寒さにこう耐えようとしてこう自分のアミノ酸を増やすっていうことで、すごく旨味が濃厚になります。大粒で美しく栄養満点、味も美味しいと三拍子揃った13個産の大和しじみ。その味わい魅力を最大限生かすため試行錯誤を重ね完成したのがしじみラーメンです。シンプルなんですけど、どうしてこうも食欲をそそるのかというと、香りですね。このしじみのスープの香りが非常になんか幸せな気分にしてくれますね。では早速スープからいただきます。こちらもね、優しい塩味なんですね。少しだけ透明感の中に白く濁っている、これがしじみエキスが入っている証ということです。スープはしじみの旨味を引き立てる昆布だしに冷凍しじみをたっぷり加えます。しじみは冷凍すると旨味成分を吸収しやすくなる上、オルニチンが増えて栄養価が高まります。そこであえて冷凍したものを使ってより味わい深いスープに仕上げています。しじみスープがゆっくりとじっくりとね、体の中に染み込んでいく、そんな味わいですね。麺はスープと相性が良い細縮れ麺。五所川原市竹花製麺所がしじみラーメン専用の麺を作っています。スープがしっかりと染み込んでいる。そしてその細い麺が絡み合った隙間にスープが絡みついて口の中に入ってきます。しじみスープを楽しむにはこの細縮れ麺が本当ベストですね。トッピングには20粒ほどの大粒しじみを贅沢に使っています。スープの、ね、味わいでもしじみの美味しさ伝わってたんですけど、このしじみそのものを食べると、そのよりコクのある深みのあるしじみの味わいが口の中に広がります。香りも楽しめますし、スープを飲んでもよし、麺をすすってもよし、そしてしじみを単体で食べてもよしという非常に美味しい一杯でした。そして優しさがありますので、心も体もリセットされる一杯、そんなラーメンでした。ところで、
お店の所在地中野真理町では去年ご当地ラーメンが誕生しました。それがこちら、中野真理トマト海鮮ラーメンです。真っ赤なスープは特産品のトマトをピューレにしてチキンブイヨンを加えたもの。パスタをイメージした太縮れ麺と地元産のイカやメバルを使ったトッピングにも注目です。白いしじみラーメンと赤い中泊トマト海鮮ラーメン、どちらもおすすめです。しじみも冷凍しじみもありますし、あと加工品とかいろいろございますので、お店の店頭販売はもちろん通販でもご利用いただいております。はい、よろしくお願いいたします。しじみ亭奈良屋、冬季営業時間など詳しくはお店のホームページでご確認を。